エリザ・ツァ・トドロバーストヤン・ヤンクロフ。ヘルシンキで行われた2007年大会にて。ディープゾーンプロジェクト &DJ バルタザール。ベオグラードで行われた2008年大会にて。クリスチャン・コストフ。キーウで行われた2017年大会にて。ブルガリアのユーロビジョンソングコンテストでは、ブルガリアにおけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。 ブルガリアが初めてユーロビジョンソングコンテストに参加したのは2005年大会でありジャズテイストのバンドカッフェの曲ロレーヌがブルガリア代表に選ばれたカッフェは準決勝で49ポイントを集めて19位となり決勝に進むことはできなかった次の2006年大会ではマリアナポポバのレッドメクライで参加したものの36ポイントで 準決勝17位となり、決勝進出できずに終わった。ブルガリアが初めて決勝まで進んだのは2007年大会のことで、エリサ・トドロバとストヤン・ヤンクロフの曲、ウォーターで大会に参加した。この年、彼らはブルガリア語の曲で、ユーロビジョンに参加した初のエントリーとなった。ブルガリアは準決勝で四十六ポイントを集めて、 初めて決勝に進み、決勝では157ポイントを集めて24、エントリー中の5位と検討した。2007年大会までは、前年の大会で決勝で10位以内となると、自動的に、準決勝を通過し決勝から参加する方式が、取られていた。この方式が2008年大会にも適用されていた、場合、2008年大会ではブルガリアは、 決勝からの参加となるはずであった。しかしながら、参加する国の数が増えたために、ルールが改定され、イギリス、フランス、ドイツ、スペインの4カ国と開催国のみが、自動的に決勝に進むものとされ、2008年大会で、ブルガリアは準決勝から参加することとなった。2008年大会では、ブルガリア代表となったのは、ディープゾーンプロジェクトと DJ、 バルタザールの DJ テイクメアウェイであった。しかしながら、準決勝では56ポイント、19位に止まり、再度の決勝進出を果たすことはできなかった。ブルガリアは、モスクワで開かれる2009年大会に参加。ブルガリアは、大会に参加する曲を決める、国内選考を最も早くに始めた国であった。 B.E.S. ターは2008年の10月から始められた。2009年2月21日、ブルガリア代表を選ぶ、国内大会の決勝が行われ、クラシミル・アブラモフのイリュージョンが選ばれた。ブルガリアから高得点が送られた国々、ブルガリアに高得点を送った国々、得点の合計は、決勝の時のもののみであり、準決勝のものは含まない。ありがとうございます。